つてこの地は首都だった地域をぐっと盛り上げるプロジェクト中原です。野崎キリスト教会神田牧師にお話を伺っております。神田先生よろしくお願いします。はい、今日は三河のキリシタン、はい、その三河の殿さんの末裔、がどんな道をたどってきたかというお話をしたいと思うんですけれども、はいはい、その三河の殿さんが、飯盛山城で1563年とも4年とも言われてるんですけれども、その集団洗礼がここで、行われました。その三好長慶幕下のその武将たちが、ロレンツォ良妻という盲目でザビエルから彼は洗礼を受けて、キリシタンになった。山口で信仰を持ったんですけれども、彼は平戸の方の人なんですね。昔の人で目が見えない、本当にこう貧しい4軒しかない漁村の流れの中で生まれて、そしてそんだけ目の不自由な、今ちょうど行き着きのそのところと橋できてますけれども、この平戸の方のあのところのその橋の、まあ、下いうかね、あの付け根のところの下に4軒ぐらい漁師の家があるんです。そのところで生まれた家、そんなところでね、あの目がほとんど見えない、足も不自由だっていうような人がね、よくあの生かされてきたなと思うんですね。で、親はやっぱりそういうような不自由な子が幸せになってほしいと思いになって、そのそういうような平家物語をべんべんと引きながらね、琵琶法師に預けたんでしょうね。で、その彼が非常にあの頭が切れる人で、ザビルと出会って、そしてあのキリシタンとして一番たくさんの働きをした日本人の人物なんです。そしてその彼があの都の伝道、はい、ザビエルの夢だった都の伝道、はい、ザビエルは上のトップの人がからその布教許可をもらって、そして就労をして勝てれるようなあの立派な信仰を持ちたいという流れの中で、彼はあのその流れの中で来たわけです。そしてその飯盛山城のところに、そのみんな武将たちを集めるから、その誰か来て説教させっていう形でですね、その流れで呼ばれてきたのがロレンツォ良妻という盲人の、ロレンツォ良妻、はい、琵琶法師、そうですね、はい、そして彼がね、見ただけでもみんな引き下がるほど顔 も体も、うん、あの大変なあの人だったんですけど、彼が語るとね、はい、みんな引きつられてその聞いてしまって、あとね、その73人の武将たちがキリシタンになるんですね、はい、しかもすごい人たちですよ。はい、で、その73人のうちの一人は三河の殿さんなんですね。はいはい、そして三河の殿さんと、もう一つは和解城の、はい、和解三人衆の一人で、うん、後に、八尾城の城主になったあの池田丹後守というのがいてるんですね。はい、そして、河内長野の方の烏帽子形城というお城の殿さんなんですね。はい、その殿さんも洗礼を受けるわけです。そしてもう一つは26世人っていうね、その 九州の長崎で処刑された息子さんなんですけども、そのお父さんがそこで洗礼を受けてるんですね。ですから本当にこう有名な人たちが次々とそこで、60名から70名の人たちが続けてそこで洗礼を受けるわけですね。ですからそういうふうなあの状況の流れの中で、非常にこう外国との関係って、それは鳩を越えて、何回も言いますけれども、鳩を越えてローマからはるか河内へ、九州の田舎大名といわゆるあのローマの方が交わるいう以上に、国と国といういわゆる世界と世界のね、そのそれぞれのあの交わりを持つようになった、うん、政治の中枢にある人たちになってしまうわけですよね。はい、ですから
そういうような流れの中でたちまち一人の異教徒もいなかったいうぐらい、そういう 100% キリシタンのね、そういう時代があったんですよね、はい、だからそういうような末裔もまた一人一人がキリシタンとしてね、ですから三河の殿様 の、はい、うん、あの 息子さんもそして孫さんもキリシタンになるんですね、うん、はい、孫さんの代になるとそれこそ日本がキリシタン迫害 の渦の中に巻き込まれて、先生三河 の、はい、あの教会というのはこの福子北、はい、あ福の池 の島になりますか。そうですね、はい、あの非常に大きなあの福の池だったんですね。この島のいわゆる殿さんというのは、うん、福の池がここにあって、うん、そしてあの本願寺との戦いがある、そういうようなあの流れの中でここがあのその本願寺のところから 守るいう、うん、そのところでもあるわけですよね、うん、そしてまた逆に言うと攻めていく時の出撃基地にもなるんでしょうね、うん、だから地理的にも大切なところ、うん、そして同時にここは大阪湾に出る船で、それこそ野崎マイル屋形船ではないんですけれども、あの大阪湾に出れるコース、うん、そして高野街道を通ってその堺に出るコース、2つのコースがありますよね、うん、そして非常に大切な場所になってくるんですよね。でこの三河のお殿様が、はい、その洗礼を受けられたお一人 で、はい、で先ほどあの牧師先生、はい、このね、これがお孫さんの代になるとね、はい、この方は進学校に行って、はい、そして彼は非常に素晴らしい信仰を持つんですけれども、病弱なことのためにあの辞めさせられて、あの普通の人としてそれでもキリシタンを辞めたわけではない、そしてあの神父さんにならないようになったから結婚されたんですね。そしてその流れの中であの彼とそしてあの奥さんとが、奥さんはこうで首切られて、首切ったらこれ一つ一つ並べられるんで晒されるんです、はい、でこっちは一番左の端でこの火炙りの刑になるわけですね。そして彼は死んでいくまでにかなり牢屋に捕らえられて、その時の牢屋というのは非常にあのみすぼらしいところですよね。けれどもそこで長くいてたくさんの転んだ人たちを立ち返らせたって信仰をまた持つようになって、そのパジェスっていうあのキリシタンの迫害の記録を書いている本を書いた人がその彼のことの手紙をその記録してそこに書いてるんで感動してね、その四条の宛ての結城弥平次というこの人も九州まで行ったんですけれども、その人の結城弥平次に対して あなたのその導きのおかげでここまで来ることができましたと、私にとっては結城の殿さんと四条なんて隣ですからね、殿さんとそして私のおじいちゃんによってここまで育まれてきましたっていう、そのパジェスというその本を書いた人が彼のその遺書を見て、その手紙を見て非常に感動してあの彼のことを書いて、そしてザビエルを送ってくれた、ローマから送ってくれたイエズス会 のジェス教会というところにこの絵が展示されてるんですね、そして本当にこの殉教の すさまじさっていうのがこの絵で見えてくるような感じですね。これを実際見てあのした人が報告して作った、ね、絵だと思うんです。本当にこうこの臨場感っていうね、ついでにこれ白いのに包まれてるでしょ、はいはい、これ首切った人は首は晒されて、これ死体をね試し切りの道具に使うんです。いわゆる戦国時代通ってきた人やから刀が何人殺せたかいう、あのどう切る、ね、そういうのも含めて人間ってむごいなって思いながらね、私こういうな研究をしてるんですけどね。なるほど、ありがとうございます、うん。